今までであの一番思い出に残っているゲームは何ですかいやどのゲームもこう思い出に残ってるんですけどもやっぱりあの一番苦労したっていうかあのこんやっぱいろんな困難がたくさんあって作るの難しかったのがバーチャーファイターなのでバーチャーファイターとかがやっぱり記憶に残ってますね、シェンブとか。 いや,やっぱりあのシェームスリ3をねまだ作れてないことですよね。今の,あの、まあ、次の GENERATIONPS4、まあ、とか次のジェネレーションのゲーム機で何かあの企画やプロジェクトはありますかえっとあのちょっと具体的にはないんですけどもあのやっぱり次のジェネレーションになんか合わせてあのやれたらいいなとは思ってますね。じゃあ例えばあのキックスターターやそういったクラウドファンンディングのような サビオスを使うことについては何か思えることは、その可能性もあるんじゃないかと思いますね。え、ウィー、エイ、アロイ、セイ、イフェイ、ア、パラレル、エイ、エシェンムウ、トワ、ウィー、プッテイ、セスラ、モイエン、イュテリゼイ、サ、アロ、ア、おこって、皆さん、なんか誘導尋問だね、それなんか多分あの、み、んなからも聞かれたと思いますが、あの皆さん知りたいので、シェンムウ3は今のところどうですか。 book. oui, bien sûr, j'ai envie de le faire, j'ai envie, mais il manque, il me faut un bon partenaire pour pouvoir le développer. Il y le bon environnement pour pour le faire, je m'en occuperai. Est-ce que peut faire quelque chose pour l'aider 皆さんあの何かの助けになれればと。ちょっとしっと喋ていいシェムの話になるとあの本当にあのフランスの皆さん特にフランスの皆さんシェーム3のことをあのいつだとか,なんか今でもシェムの話をずっとしてくれているのであの僕はすごくあの嬉しく思っています。 今流れている噂なんですが、はい、PSN やら Xbox でダウンロード式にもうすぐ SEM1 や SEM2 がプレイできるようになるという噂が流れているんですよ。あのどこ、どこですかねはい彼がああ、うん。

ツーとかっていうのは、あの、す、僕はもうセがやめてますので。あの、ワンとかツー、は、そのままセガがライセンスを持ってるので。あの、その、全く同じワンとかツーを、あの、そういう形で。その、うん。ん販売したり。っていうことについては、あの。あの。 可能性としてはあるんじゃないですかね。セガの僕僕がどうこうっていう話じゃなくてね、<laughs> あのただあの僕はあのなんかシェンムっていうシリーズとかシェンムを使った何かをあのセガからライセンスを受けてあのセガからオ、OK、ケもらえばあのやることができるっていう感じですね。シェムムの続きのことなんですがテレビゲームだけでなく あのまあ、映画や小説やそういったあのもので専務の続きを描くことはありますかそういうあの展開の可能性ってあると思うんですよね。ちそ<険><ッ>、うん、であの、そういう形であっても少し専務のことをあのやれたらいいなと思っているんですよ。